はい、どうも、よしです。今日もクラッシュロワイヤルの動画上げていきたいと思います。そうですね、今日も、リプレイ解説ですね。今日は、エリゴリの方で、はい、リプレイ解説やっていきたいと思います。今、まあ、6635で、で、まあ、よっちゃんの方が、はい、すごくいいですね。6743ということで、まあ、そうですね、6700行くのはすごいちょっと、難しいんですけど、まあそうですね、今回はちょっとヨッシーの本アカの方で、解説やっていきたいと思います。そうですね、ちょっとこちらのエリゴレミラー、エリゴレミラーではないんですけど、まあちょっとロケット入った、まあすごく変わったデッキですね。まあ基本的にちゃんと、もうちゃんとこう立ち回れば、間違いなくロケット側が勝ちます。まあただ、欲が出て、こう、まあ、攻めに走っちゃったりとか、そういうことをやっちゃうと、もう負けてしまうよといった、まあ、いい例ですね、これは。全然このあたりは、はい、すごく、はい、いいと思います。もう、こうなった時点で、基本的にはもう、もう、まあ、諦めた方が、まあ、早いんですけど、まあ、やることやって負けたらいいかな、ぐらいの感じですね。で、ここで、ベビードラゴン来ちゃったので、もうこれ、ちょっと、めっちゃ考えて、もう逆サイド行きましたね。まあ、なかなかこういう判断は、ちょっと、まあ、無謀かなといった感じなんですけど、まあ、それ以上には、お相手さんが、まあミス連発して勝っちゃったといった感じですね。もうはっきり言って防衛ロケット打っとけば、もう普通に、もう勝ってたと思うんですけど、もうまさか、はい、こういった結果になっちゃいましたね。まあ、いつも動画で言ってるんですけど、まあ、お相手さんが完璧に立ち回ってくる場合は基本的に勝てないです。まあ、どっかで、ミスが出て、で、負けてしまうといった、はい、感じですね。次は、メガナイトホグなんですけど、まあ、相性一見いいんですけど、まあ、ライトニング入ってるので、まあ、最悪ですね、はい。もうこれはもうエリゴレ、はい、行きましたね。まあ本来なら2倍まで待つんですけど、まあ、ちょっと結構、この時はもうがっついてましたね。結構あんまりまあ適当にはい、適当にやってましたね、これはもう。まあそうですね。結構、結果的にはまあ、いいダメージにつながったかなといった感じですね。まあタワーが折れてくれたら、はい、もうすごく良かったんですけど、まあなかなかちょっとそういうわけにもいかなかったので、はい、こういった感じですね。ここはもうそうですね。結構アドバンテージ取ったと思ったので、まあしっかり形組んで、で、それでもうキングを折り切ろうかなといった感じですね。まあ、ライトニング入ってたので、まあ、ライドラは極力、はい、出してもちょっと無駄かなといった感じですね。そうですね、ここエリババ死んじゃったのはちょっと、はい、もったいないですね。まあエリクサーアドバンテージもかなり取られちゃって。
で、まあ、ここをライトニング打たれて、まあ、あの、絶望でしたね、はい。この目がないとうまいですね、はい。ちょっと、もうこれはほぼほぼもう負けだったんですけど、ただここでお相さんがインドラ出しちゃったので、もうこの時点でもうちょっと、ああ、こっちが勝っちゃったかなといった感じですね。基本的にインドラはちょっと、こう、なんていうでしょう、こう、攻めようと思って攻めると、あんまり、そうですね、いいように利用されちゃうだけなので、まあこれはちょっと、はい、ダメでしたね。もうせめて、まあ、ギャングとか、まあ、そういった細かい系でこうやるだけでもこっちは結構きついんですけど、まあ、そうですね。ちょっとそういった判断が、まあ、難しいのかなといった感じですね。次は、まあ、あの、現環境のエレジャイデッキですね。まあ、なかなか、エレジャイデッキに関しては、なんですけど、まあ、やっぱりあの、攻めたもん勝ちと言いますか、なんて言うでしょう、こう、基本的に正しいことすれば、勝てるっていうわけでも、まあ、ないですね、基本的に。もう、汚い攻めでも、あの、こういうふうに、あの、エレジャイが通っちゃったり、する場合があるので、まあ、これは、はい、しょうがないです。まあ、ヒーラーもいなかったので、もう、どうすることも、まあ、できなかったのかな、といった感じですね。でまあとりあえずやることやって、でも相手もまあミラー出してきて、こっちはまあしっかり守るんですけど、まああの、ライトニングが入ってたので、まああの、絶望ですね、はい。まあただエリオレのいいところは、こっから挽回することが、はい、できます。まあそうですね、あの、エレジャイミラーまで出しちゃったので、まあさすがにまあ守れないだろうと、まあいった感じですね。まあそうですね、ちょっと、あの、ダメージを与えたんですけど、まあまたあの、大きいカウンター食らうので、まあ絶望的ですね、はい。これ、はっきり言って、あの、エリジャイ追加しても良かったのかなと思います。こっちとしては、もう、あの、エリババ切ってるんで、もう、やっぱりエリババ切ってる以上、さすがにエリジャイ、こう、体出しされるだけでも、まあ、トルネードあるんですけど、ダメージ食らうことには、まあ、変わりないので、まあ、そうですね。やっぱ、お互いがお互い、やっぱ結構、がっつり形組まれると、まあ、あの、どうしようもできないよねって言った感じですね。で、ミスしてるのは、ここ、あいつあの、エリートババリアンの、エリートババリアンに、ライトニング打っちゃったので、もうこの時点でちょっと、もうジジイですね。まあ、ミラーライトニング打ったところでっていう感じなので、こういったミスが、あの、もう敗北につながってしまうっていう場合が、はい、結構ありますね。まあ、あの、ライドラーに徹底して打っとけば、全然あの、負け筋潰せるので、ちょっとこれは、はい、なかなか、結構ミスが目立ったのかなといった感じですね。で、次はちょっと変わった枯渇デッキなんですけど、まあ、そうですね、まあ、エレキ、マジアチャ、まあ、ミラーも入ってて、まあ、すごく、はい、変わったデッキで、まあ、こっちも、まあ、なかなか、そうですね、ちょっと、まあ、どう攻めるか、まあ、考えながら、はい、やってましたね。やっぱりスケルトン部隊がいるので、あの、そのスケルトン部隊にその簡単にトルネードされたら、今度スケルトン部隊ミラーが、あの、ちょっとどうしようもできなくなっちゃうので、まあ、なかなかそうですね、あの、どこにトルネードを打つかっていうのも、まあ、大事になってきます。うん、ここ、そうですね。あんまりスケート部隊、別に、まあ、いらないんじゃないのって思うんですけど。まあ、こっからですね、はい。
まあ、基本的にオーブン出されたら、もうこっちとしては何もできないので、まあ逆サイドを振った方が、はい、いいと思います。で、ここ絶対スケルトン舞台ミラーが、まあ、来ると分かってたので、ちゃんとトルネード使いましたね。まあなんですけど、ここはやっぱり5を持ってたので、まあなかなかこっちとしても、まあ難しいですね。もう僕個人的な意見なんですけど、まあまあミラースケルトン舞台、まあ出すよりも、まあミラー5打った方が、まあ無難かなと思うんですけど、まあそうですね、ちょっとそこら辺は、まあなかなか自分も使ったことがないデッキなので、まあなんとも言えないんですけど、今度はちょっとヒーラーはちょっと、角度変えて、はい、出しましたね。で、ここでしっかり、トルネード打ってって感じですね。もうこうなると、うん、ちょっとそうですね、もうさすがに、まあ、守れないよねといった感じですね。もうヒーラー2体も残っちゃって、でまあこんな感じで、まあファイアボール打ったところで、まあヒーラー2体いるので、もう回復でもう永遠と、まあ、無限ループって感じですね。まあそうですね、やっぱりなかなかそのスケルトン部隊出すことによって、まあ何でしょう、こうユニットを貯めれてしまうっていう恐れもあるので、まあそういったデメリットももちろんまああるんですけど、まあなかなかスケルトン部隊ミラーも別にトルネード切った場合はもう最強なので、まあなんとも、はい、言えないですね。まあ結果論なので、これはもし自分がまあそのお相手さんの立場だったら、まあ5を打って5をミラー打った方が、まあライドラ消せるので、まあそっちの方がまあ事故は起こりづらいかなといった、まあ自分の感想ですね。次はスケルトンラッシュデッキですね。迫撃スケラなんですけど、まあこのアーチャーセパレートで、まあクロスかなと思ったら、ちょっと変わった、はい、メガゴー来たので、そうですね、まあ、まだこの時点でちょっとスケルトンラッシュとはまあ思わなかったですね。で、この時点で迫撃かなっていう、まあ、ちょっと思ってたんですけど、まあそうですね、はい。まあ、ただスケルトンラッシュだとは思わなかったです。ですね、このミラーが強いですね、本当に。で、まあちょっとこれ攻めすぎちゃった代償として、はい、まあお相手さんは速攻スケルトンラッシュ打ちましたね。まあただタワーは折れてないので、まあ全然大きいかなといった感じですね。で、このヒーラーに対して絶対にお相手さんは、まあ、何か使ってくるので、まあ、その隙にエリゴレ展開ですね。まあやっぱり常にこう先を先をっていう、まあ先を読む、まあイメージですね、エリゴレデッキの場合は。まあその時に反応して出すのも全然いいと思うんですけど、まあ基本的に先読みした方がよりダメージは通しやすいです。このミラーが本当に、はい、強いですね。もうレベル16ってもう本来もうちょっと、はい、すごくゲームバランスがちょっと崩れてるなっていうイメージですね、もう個人的には。
もうこれはい、ギリギリ間に合って、キング落ちて、まあ、よっしゃといった感じですね。っていった、はい、感じの動画になります。まあ、まあ、なかなか、そうですね、このエリゴルデッキは、まあ、ちょっと真似しづらい部分は、まあ、もちろんあるんですけど、やっぱり極めれば、相性、もしダメだとき、そのワンチャン覆せる、まあ、力はあると思うので、まあ、そうですね、結構まあ、他の人とかだったら反応して結構出すイメージがあるんですけど、まあ、PS があまり関係ない以上、こう、そうですね、先読みって言いますか、こう、相手だったら、まあ、なんて言うんでしょう、自分だったらどう出すだろうっていうのを先読みして、まあ、呪文なり、ユニット追加なり、まあ、やった方が、まあ、ダメージはより通りやすいかなといった感じですね。はい、今日の動画は以上になります。また、エリゴレデッキの解説動画、はい、上げていきたいと思います。まあ、前回枯渇の動画上げたんですけど、まあエリゴレデッキの方が、まあそうですね、結構、需要はあるみたいなので、はい。またそちらの方も、動画上げていきたいと思うので、ご視聴よろしくお願いします。